熊本の IC カード、熊本地域振興 IC カードは、熊本県内の鉄道、バス事業者各社で導入されている、非接触型 IC カード乗車券である。愛称は熊本の IC カード。タッチゴーの動き相互利用関係、ソニーの非接触型 IC カードフェリカの技術を用いた IC 乗車カードで、2015年4月1日に、熊本県内に本社を置く。 九州三高バス、三高バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バスの5社が導入した。蒸気各社の路線バス及び、熊本電気鉄道の電車で使用できる。電子マネー機能も有しており、加盟店の商業施設で利用可能。蒸気バス事業者5社と熊本市電で使える、時式、プリペイドカードである、トゥークマカードの後継的なカードだが、 バス事業者各社は導入、維持コストが安く、熊本地区独自の各種サービスに対応しやすい、地域独自のカードを導入する一方、熊本市は全国総合利用方式の IC カードを導入する方針をとり、西日本鉄道などで導入されているニモカを電電、ニモカとして採用したため、IC カードの利用可能カードは、熊本市電とバス各社で別々となった。 2015年8月7日に、熊本市電で、型利用を開始し、2016年3月23日に、全国総合利用カードの型利用を開始することで、熊本市電とバスとの共通利用を図る。なお、全国総合利用カードのシステムを地域独自カードにも対応させるのは、全国初の試みという。システム構築は NEC 及びトリニティ。 カード発行とシステム運営は、日後銀行の子会社である声銀ンコンピュータサービスが行っている。イメージキャラクターは熊門。九州三考バス、三考バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バスの一般路線バス全路線が利用できる。他、阿蘇熊本空港リムジンバスでも利用できる。三考バスが県内各地で運行する。 コミュニティバスでも多くが利用可能であるが、人吉周遊バス、ジュグリッド号とトヨタハイエースを使用する人吉地区のお曲線、両水戸温泉前線、小垣公民館、前線、七地線及び、水俣市の水俣駅前、桂綾間線は使用不可である。また、都市間バスでは、トゥークマカード時代からの天草、高森、福岡、延岡線に加え新たに、 大分線や九州横断バスでも使用可能となったが、それ以外の都市間高速バス、定期観光バスでは使用できない。トゥークマカードと同様の乗り継ぎ割引機がある。高速バス、長距離バス高速バス、長距離バスは以下の路線を対象としている。インは九州参考グループ運行分のみ対応。熊本電気鉄道の鉄道路線全線で利用可能である。 熊本電鉄では、無人駅から現金、回数券、定期券で乗車する場合は、乗車時に整理券を車内で取るが、IC カードでの乗車処理を行うカードリーダーは、車内ではなく各駅ホームに設置している。降車時の処理は、有人駅では、駅改札口で行い、それ以外は、バスと同様の車載機による処理となる。熊本市電は、にもかエリアであるが、 当カードも利用できる。唐島町限定での AB 系統相互乗り換え時には、にもかと同様にカードのみで乗り継ぎ処理が可能であるが、トゥークマカードで適用されていた熊本市電同士の乗り継ぎ割引機及び熊本市電とバスの乗り継ぎ割引機は適用されなくなっている。また、市電利用時にはポイントサービスは付与されないほか、市電の定期券は搭載できない。下2。 上通とその周辺部の店舗や九州参考グループの商業施設などを中心に導入されている。バスや電車の車内、各バス、鉄道事業者営業窓口で購入できる。ただしバスや電車の車内では無記名式カードのみを販売している。カード販売窓口、加盟店の商業施設、カード対応のバス、熊本電鉄電車車載機、熊本市電車内。 チャージ機で行うことができる。公園人カード及び非宣伝ファイナンスが発行するクレジットカードと紐付けしてのオートチャージに対応する。熊本地域振興 IC カードでは、鉄道やバス買い物利用でのポイントの他に、指定のボランティア活動、またはイベントに参加すると付与されるスペシャルポイントが共通ポイントとなっており、100円ごとに1ポイントが付与される。これに加え、 鉄道、バスでの利用金額が2000円ごとにボーナスポイントが付く。なお年に数回、期間限定でポイントが倍付けとなるキャンペーンや、カード会員限定でポイントが付与されるアンケートを実施している。1ポイント1円換算でポイントを交換して SF として使うことができる。ありがとうございます。